お疲れ様です、えー。今回はですね、一滴でも取るな、一口でも食べるな、実は猛毒、しかも、まあ、子供にうつってしまうというね、まあ、そんな身近な危ない食品についてお話ししようと思います、えー。まずはですね、パンなんですけども、全般的にそのパンっていうのはね、シューソ酸カリウムっていうのが含まれていて、これがね、猛毒なんですよね。猛毒なんですけども、 イーストを膨らませて、ものすごく口当たりが良くなって、まあ、スーパーでも売ってるパンでもちょっと美味しいですよね。あれはなぜそうなるかっていうと、シュウソ酸カリウムっていうのを含ませると、そうなるらしいんですけども、これがね、もともとの猛毒で、あの食品に対してね、安全基準の徹底的に低い、中国でもこのシュウソ酸カリウムっていうのは使用が禁止されてるぐらいのものなんですよ。まあ、なぜかね、G7 各国を見ても使われていないんですけども、その余ったシュウソ酸カリウム入りのパンっていうのが、日本だけではね、 通用しているわけなんで、すよねであの近所のパン屋さん、個人商店のパン屋さんがなぜ美味しいかっていうと、このシューソ酸カリウムを使ってないんですよね。まあ、ですので、大量生産はできなくてで、しかも割高にはなるんですけども、とっても美味しくって、で安全に食べられる、まあ、その分の、まあ、健康価値があるから、個人商店のパンっていうのはね、まあ、今でも地域で人気なのかもしれませんね。なななんかね単なるね単るるパンっってていうのはああいううのののははああとこで食べる人人、まあ、セレブな人の まあ、娯楽なのかなと思ったんですけども、まあ、健康効果を高めていくと、大体スーパーのパンは買わなくなって、ああいう風な専門店で、 買うようよにになるらしいですねまあ伊達にたあそれからよく話題に出るトランス脂肪酸ですけどもなんとですねサラダにかけるドレッシングにはこれのトランス脂肪酸が目いっぱい入っていてしかもこれがね発がん性をものすごく含んでいたりとかもう肥満になったりとか心臓病のリスクを高めたりとかアトピー性皮膚炎になったりとかねしまいには不妊になったりしてで妊娠しても子供にねその症状が全部移ってしまうので子供はドレッシングを全く取っていなくても生まれた時 もうドレッシング漬けみたいなね体になってるみたいで非常に恐ろしくってこれも G7 アメリカでは禁止されていてなぜか日本だけでは使えるということになってるんですよねだから健康になりたくってヘルシーなサラダを食べてるんですけども結局そこにねドレッシングをかけてしまうと健康どころか猛毒になってしまうということで全く意味がないばかりかあ実際は一滴も取るなっていうふうに言われてるらしいです、まあ、それからハンバーグですねこれもかなりりのの毒入りらしくってあの 肥育ホルモン剤っていうやつですよね。まあつまり、かなりのホルモン剤が入っていて、それをハンバーグのつなぎとしてるわけなんですよね。で、この肥育ホルモン剤っていうのは、あの、輸入牛にも多くてですね、まあ例えばアメリカからものすごく安い牛肉っていうのが入ってくるんですけども、これはなぜ安いかっていうと、育成期間が大体ね、半分くらいで育つらしいんですよ。まあですんで、えー、そういった育成にものすごく人工的に カロリーを傾けてる部分だけ、まあ、大きくはお肉は育つんですけども質の悪い肉になってしまうんですよね、まあ、ですんでこの肥育ホルモン剤入りのお肉っていうのは安い分だけ健康リスクが高いので、まあ、実はねやっぱり国産のいいところっていうのは単なるイメージじゃなくってこれを使ってないお肉が国内で作られてるんですよねこの肥育ホルモン剤っていうのは日本では使用が禁止なんですよしかし輸入は禁止されてないんですよね、まあ、こののバランスから国産の えー、肥育ホルモン剤入りの牛とかね豚っていうのはものすごく高くって数が少ないんですけども、うん、ただやっぱりこう家計の問題で安いお肉を探そうと思うとどうしても輸入になっちゃうんですよねで輸入するとなると今度は輸入ホルモン剤入りでもう短期間でバンバンに太ったあ豚とか牛っていうのが入ってきますんで安いんだけども猛毒ってことになってますでこの輸入ホルモン剤入りのお肉っていうのはアメリカではなぜかね売られてないんですよ で、輸出専門なんですよね。で、それが日本に押し付けられてるって形なんで、とっても怖いなっていうのと、世界中で和牛が人気でしょ。あれは、ークホルモン剤が入ってないから、高くても世界で売れてるということで、せっかく国内で作ったね、いい牛とか豚っていうのは、世界中に安心して食べられてるんですけども、私たちが普段食べている輸入牛とかね、輸入豚っていうのは、まあ、とってもこの危険な、まあ、乳がんですとか、前立腺がんを促進する、 引くホルモン剤入りの、まあ、牛ととか豚ってことになっちゃうんですよねちょっと怖いですね。えそれから最後はあ小麦とかあグルテンの話なんですけども、小麦の中にはね、あのグルテンというのが含まれていて、このグルテンっていうのが本当に危険なのかどうかってことがずっとわかんなかったんですけども、ちょっと一つピンとくることがあって、それはですね、日本人の体っていうのはグルテン不耐性って言って、グルテンを消化できるようにできてないんですよね。もうそもそも日本人っていうのは、グルテンに、 この小麦の中に入ってるね、グルテンっていうのに、耐性がないからずっと食べてこなかった、栽培もしなかったっていう経緯があるわけなんですよ。まあそう考えていくとね、あの、お蕎麦にしても今小麦でできていますけども、もともとはこれ蕎麦粉で作っているのが蕎麦だったわけなんですけども、蕎麦という商品名の中で実は食べてるのがグルテンたっぷり入った、 あこの小麦ってことでね、まあ、実は日々、美いしい美いしいと言いながら、とっても危険なものを食べてるんではないかなっていうふうな気がします。で、このグルテンを食べていると、まず何が訪れるかっていうと、肌荒れの認知症とかっていうのがね、これがダブルパンチで来るそうです。まあ、肌が若い間は荒れて、年を取ってくると認知症が早く進むみたいな感じでね、若年性認知症、40代とかで発症する認知症っていうのは、大体こうハンバーガーを、ね、たくさん食べたりとかね、10代の頃から小麦のスナックを食べたりとかしている方に多いということなんで、そういえば最近そういうふうに えー、このねグルテンの。 悪い効果がだいぶ出てきた、まあ、そんな病気が増えてるんじゃないかなというふうに、まあ、リサーチがね、完了したわけなんですけども、これからもこのね、小麦の中に入っているグルテンっていうのは、ものすごく危険なのかもしれませんのでね、調べていこうと思います。特には、日本人がね、グルテンに不耐性っていって、日本人だけがね、グルテンとものすごく相性が悪いわけなんですよ。まあ、だから、広い世界の中で、日本人だけはね、ずっと小麦を作ってこなかったし、食べてこなかったっていう、まあ、そういった例があるはずなんですけども、この辺もね、リサーチをちょっと進めていこうかなと思います。 まあということで、今回はね、まあ、一滴も取るなと、実は猛毒だったと、<laughs> まあそんなね、食品のことをちょっと調べてみましたんで、まあ、別に健康オタクってわけじゃないんですけどもね、これ今、情報の力でちょっと調べたらね、わかることばかりだったんで、まあ、お知らせしようと思って動画にさせてもらいました。それでは、続きはまた明日ご覧ください。